皆さんどうもこんです。サンディアです。ということで、今回は声出しで建築講座をやっていきたいと思います。今回の建築は空中の拠点ということで、飛行船を作ったので、そちらを紹介していきたいと思います。動画の構成は最初に建築の紹介をして、その後にゆっくりボイスでの作り方の解説をしたいと思います。ということで、チャンネル登録、まだお済みでない方はチャンネル登録よろしくお願いします。そして、この動画を気に入っていただけたら、ぜひ高評価もよろしくお願いいたします。僕のチャンネルは不定期更新なので、最新の動画を見逃したくないという方は、通知ボタンをオンにしてみてください。それでは飛行船の紹介をしていきましょう。ということで、こちらが飛行船になります。外見としてはファンタジー風な飛行船で、松の木材を基調とした建築になっています。設定としては気球で浮いて、プロペラで進むというイメージで作ったので、上に気球があって、後ろにはプロペラがありますね。装飾は気球に丸い窓をつけたり、旗を3枚つけてみました。旗は風の影響を受けてなびいているように作ってみました。そして飛行船の下には重りがつけてあります。内装は気球の中にあるんですけれども、中に入るにはこのレバーを下げてあげると、水が垂れてきますので、これを上がって中に入ります。内装はこんな感じですね。拠点ということで生活必需品が置いてあります。ということで一通り飛行船を紹介したので作り方の解説に移りたいと思います。ということでここからはゆっくりボイスで作り方の解説をしていきます。いつも通り画像と映像を使って説明していきます。次の手順に行きたいときは右上の時間に飛ばしてくださいね。それではまず、気球を作りたいお好きな高さまでブロックを積み上げてください。サバイバルで作る際は、足場ブロックを活用すると楽に作ることができます。足場ブロックは大量の竹が必要になりますので、あらかじめ用意しておきましょう。ブロックを積み上げたら、まずは船の部分を作っていきます。木材を 5×3 で置きます。そしたら、左右にハーフブロック、そこから斜めに階段ブロックを置いていきます。そしたら前後に手すりを作ります。少しわかりにくいので、映像を見ながら作ってみてください。そしたら、船の先端部分を作ります。ハーフブロックを伸ばし、そこからフェンスを置きます。このフェンスは気球と船との接続部分になります。反対側も同じように作ります。そしたら気球を作っていきます。画像と同じように作ってください。
地球は左右対称に作っていきましょう。そしたら羊毛で地球の形を作っていきます。輪切りを重ねるように置いていきます。最後のハーフブロックを忘れないようにしましょう。そしたら、窓を作っていきます。地球の中心 3×3 マスを灰色の羊毛に置き換えます。中心には黒色のバンガラスを貼ります。そして、その左右 2×2 マスも灰色の羊毛に置き換えます。そしたら、松の階段とトラップドアで窓枠を作っていきます。細かいので、映像をよく見て作ってみてください。地球の反対側も同じように作りましょう。そしたら、地球の先端を整えます。地球の上にとんがりを作りましょう。地球の下には侵入口を作っておきます。そしたら次にプロペラを作っていきましょう。地球の左右どちらかに一つ、プロペラを作っていきます。プロペラの反対側が進行方向になるので、お好きな方向で作ってみてください。まずエンジンを作ります。ディスペンサーにレッドストーンランプをつけて、レバーで点灯させます。そしたらプロペラを4枚作ります。わかりにくい形をしているので、右上の画像と照らし合わせながら作ってみてください。
そしたら旗をつけるための柱を作ります。柱をつけたら、左右に旗をつけましょう。旗はプロペラ側になびくように作りましょう。そして、地球へのとんがりにも旗をつけます。そしたら、地球の窓枠から船の横までフェンスをつなげます。フェンスの下にホッパーをつけて、ホッパーから鉄柵で石の塀を吊るします。いずれも左右対称に作りましょう。ここからは地球の内装を作っていきます。まずは入り口から整えていきましょう。左右どちらかに粘着ピストンを置いておきましょう。そしたら、穴は植え付きのトラップドアで塞ぎます。窓側の壁にネザーゲートを作っておきます。そしたら床を追加します。空洞になってしまう場所は埋めるか、湧き潰しをしておきましょう。壁一面をかまどにします。天井はアーチ状にします。そしたら、壁の隙間に樽を置いていきます。ネザーゲートと反対の壁には、チェストなどを置いておきます。そしたら水上式エレベーターを作っていきます。先ほど置いておいたピストンの上にレバーをつけます。そしたら、トラップドアの場所に無限水源を作ります。
水で下に降ります。水が溜まっているので、船に穴を開けて地上にも降りれるようにしましょう。船からも戸締まりができるようにレバーを置きます。これで水上式エレベーターの完成です。船の上にも装飾をしておきます。最後に、湧き潰しを忘れないようにしましょう。これで、飛行船の完成です。ということで、皆様お疲れ様でした。今回の飛行船はいかがでしたでしょうか。空中の拠点ということで、作る難易度はかなり高かったと思いますが、無事に完成できましたでしょうか。今回の建築で何か質問ありましたら、コメント欄もしくは、僕のツイッターにて直接聞いてみてください。ツイッターの URL は概要欄に貼っておきます。そして最近サブチャンネルを作りました。まだ活動はしてないんですけれども、サブチャンネルではいろんなゲームのゲーム実況だったり生配信を声出しをしてやっていきたいと思っています。だいたい9月末あたりからの活動開始を予定しているので、気になる方はぜひサブチャンネルのチャンネル登録よろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。皆さんも建築ライフ楽しんでください。バイバイ。